Bonjour! Online France語学校 Ensemble en français 講師のヴァネーサです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。散歩の途中ですが、喉が渇いてきました。あ、ちょうどいいタイミングで自動販売機がありました。よかった。さて、このいいタイミングだというフランス語を学習しましょう。Ça tombe bien. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Ça tombe bien.トンベは落ちる、転ぶという意味ですが、トンベビアンというと、いいタイミングだ、好都合だという意味になります。喉が渇いていたので、本当にちょうどよかった。日本はいろんなところに自動販売機があって、すっごく便利ですよね。何を買おうかな?さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、Ensemble のレッスンでお待ちしています。Au revoir! À bientôt!